皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回はですね、間違ったプロテインの飲み方を説明していきたいと思います。間違ってるとまではねちょっと言わないんだけど、皆さんもプロテインをね飲む中で、あ、ちょっとこうもったいないなみたいな、そんな場面ってね結構あるんですよ。ただね、僕たちも筋トレをね4年ほどやってきて、最初は苦手だった減量も去年ね合計30キロ落としたりとか、ただやっぱその中で大事なのってプロテインだね。そう、このプロテインの存在ってやっぱね欠かせないんですよね、うん、僕たちが筋トレを始めた頃っていうのはプロテインのさ種類や商品っていうのもめちゃくちゃ少なかったじゃん、うん、しかもプロテインのなんか情報とかもね全然なかったのよ。だからこそ今の自分だったらああいう飲み方してないなみたいな、そんなねケースがね結構あるんですよね、うん、今回ねこの動画見てくれてる人の中でも当時のね僕らのような間違った飲み方をねしてる人もねもしかしたらいると思います。なので今回そんなね間違ったプロテインの飲み方を7つ紹介してますので、まあ、自分がね間違ってないかとか、またね僕らがね正しい飲み方を紹介してますので、ぜひ最後までご視聴ください。なんとね僕らがね愛用している EA と同じブランドのアンビークでプロテインが出ました。これね12月15日から発売なんで、またビタミンとかオールインワン成分になってるんでね、ぜひねチェックしてみてください。あー眠、今日も一日頑張るか。今日は寝坊しちゃったから朝プロテインだけ飲もう。おー時間やばい時間やばい、うわ時間やべ、プロテイン飲んで仕事行かなきゃ。一つ目の間違ったプロテインの飲み方、朝にプロテインだけは飲むです。これはみんなもねやってる人多いと思います。朝ってやっぱり学生とか会社員とかがしたらさ、なかなか時間ってないし、プロテインだけ飲むケースってめっちゃあると思うんだよね、まさに俺らが会社員の時もそうだったし。そうだね、確かに朝ね何も食べないよりかはプロテインだけでもいいから飲んだ方が確実にいいんですよ。ただ少しもったいないなと思うのが、プロテインと一緒に炭水化物も一緒に摂ってあげる。これがねめちゃくちゃ大事になってくるんです。そうすることによってやっぱり筋肉によりこうタンパク質をね運びやすくしてくれるの。これね例えばなんだけど、プロテインっていうのはまあ木材かな、木のね木材、炭水化物っていうのはトロッコだから、炭水化物を摂ってあげないとこの木材をね運ぶトロッコがねない状態なんだよね。ちょっと遅いの、時間かかるの。なので朝ねプロテインだけを飲むっていうのは別に間違っちゃいないんですけど、まあ炭水化物も取った方がより効率的により効果的になるっていう話なんですね。まあとはいえね、朝忙しい人っていうのがねほとんどだと思うから、バナナとプロテインとかおにぎりとプロテインとか、まあ、そうやってね気軽に食べれるものでぜひ組み合わせてみてください。よっしゃ、お昼ご飯の時間だ。お昼ご飯はエビチリだ、うまそう。よし、今日はエビの魚介でタンパク質をたくさん摂って、それとプロテインも飲んじゃおこう。でご飯とプロテインも一緒に飲んでタンパク質をいっぱいたくさん摂らないと。二つ目の間違ったプロテインの飲み方は、食事と一緒に飲むです。タンパク質ってさ、筋肉にめっちゃいいから、肉も食うし、プロテインも飲むし、みたいな。はいはいはい。良さそうじゃん。良さそう。で、俺らも過去に焼肉食べ放題とか行って、タンパク質取れるからって、肉めっちゃ食ってたのよ。めっちゃ食ってたわ。で、めっちゃ食っても、あれって人間がね、一度にタンパク質を吸収できる量っていうのが決まってるから、まあ、意味ないわけじゃないんだけど、正直あんま吸収はされないんですよ。そうなんだよな、だからなんか取っても途中でこう便だったりとか、尿とかして出てっちゃう可能性があるんだよね、でプロテインってあくまでただのタンパク質であって、食事をね食べる場合だと、もう食事がそもそもタンパク質、肉とか魚がタンパク質だから、そこでねわざわざプロテインを飲む必要性はあんまりないですよ。僕らはね、こうやって昔一度にやっぱ食事からもプロテインからもタンパク質を大量に取ろうって勘違いしてたんだけど、みんなってどうかな、勘違いしてる人多いのかな、わかんないけどね、入ってこないからね。そうそうそう、ただね大切なことっていうのは、1日を通してこまめにタンパク質を取ってあげることが大事なんですよ、だから一度に取らずに1日を通して取り続けるみたいなイメージかな、で大体ね僕らが意識してるのは食事を取って2、3時間置いたぐらいにもう一回飲むみたいな、そんな感じでねこまめに取ってます。9、10、よっしゃ、わーパンプアップしたぜ。おやべ、プロテイン飲まなきゃ。最後はゴールデンタイムだからプロテインすぐ飲まないと。3つ目の間違ったプロテインの飲み方は、筋トレ直後に飲むことです。まあこれはね大きくね間違ってるっていうわけではないんですけど、ただ効率的に筋肉をね成長させたいっていうところだと、やっぱ少しねもったいないな、惜しいなっていうところがあるんですよ。だからすぐにねタンパク質を摂取するっていう考え方はめちゃくちゃいいことだと思うんで、筋トレ後に飲むなっていうわけではないです。いやこれ正直さ、と思う人多いと思ってて、俺らもさ筋トレ直後ってプロテイン飲んでたじゃん。飲んでた。なんでいけないのって思う
思う人いると思うんだけど、筋トレ直後っていうのはその血液が筋肉の方に行ってたね。まあ例えば筋トレ後ってさ、まあ、筋トレした人分かると思うんだけど、パンプアップするじゃん。するな。そう、大きくなるじゃん。うん。なので筋トレ直後にプロテイン飲むっていうのは少し早いんですね。筋トレ終わってから、まあ、15分後ぐらいにプロテイン飲むとちょうどいいベストタイミングなんで、ぜひねちょっと開けて飲むようにしてみてください。そうすることで血液も胃腸に戻ってくるので、プロテインもしっかりと吸収してくれるようになります。こないだこれ1キロ買ったんだけど美味しくないんだよな。でもな、もうこれ飲むしかないしな。あー、やっぱり美味しくない。なんかもうプロテイン飲むのやめよう。4つ目の間違ったプロテインの飲み方は、美味しくないものを飲むです。プロテインが安いから大量にね買ってみたりとか、まあ、2.5 キロのでかいもの買って味めっちゃまずかったみたいな、そんな経験ありません？俺らめっちゃあるんだよそういうの。あるな、うん、ある。めっちゃ失敗してきたからね。そうで飲めなくて結局捨てちゃうみたいな、結構あったのよ。で以前ねプロテインナンバーワン決定戦っていう企画を取ったんですけど、まあ、そこでもね俺らの好みではあるんですけど、美味しかったものとか美味しくなかったものとかめちゃめちゃあるわけですよ。美味しくないものを飲み続けられる人だったらいいんですけど、まあ俺らみたいにねこう捨てちゃうとか、まあ、もったいないじゃん。もったいないな、うん、でプロテインも結局飲まなくなっちゃうとか、もうすごくもったいないから、ちゃんと美味しいのをね飲むのがね大事なんですよね。まあね、僕たちがね何度もね話してきてるんですけど、やっぱり筋トレとかダイエットって、まあ、俺らも4年続けてきて分かったんだけど、継続っていうのがね一番大事だと思ってるんですね。だからせっかくねプロテイン飲んでたのに、やっぱ味が気に入らないでやめちゃうのってもったいないと。じゃあどうやってしたらいいのっていうところで、僕らがねおすすめの買い方っていうのをねちょっと2つぐらいね紹介します。でまずね1つ目っていうのが、最初はね、まあ、お試しパックとか、あとはね 500g とか、もうそれよりも少ないやつ250g とか、めっちゃ少ないやつからね売ってるケースってね結構あって、そこから買って味を試して、美味しかったら大容量の買う、これが一番いい。間違いない、本当にこれにした方がいい。俺らも本当にねお金がない時とかっていうのは、やっぱり1キロとかで買って味が微妙だったな、でももう今今月は厳しいから飲もうみたいな時もあったのよ、でもね辛い、たまたま飲んだからそういうのをねみんなにはやっぱしてほしくないから、そういう買い方もねおすすめ。2つ目が、僕らのねプロテインを飲んだ感想だったりとか、他の YouTube とかっていうランキングとか、そういうのを見て購入することです。まあ、僕らもいろいろねプロテインのランキングだったりとか、まあ、過去にもいくつかね動画を出してるんで、ぜひねそういうのをね参考にしてもらえたらなと思います。まあ、もちろんね人によって好みとか好きな味とかも全然違うので、あくまで参考程度にねぜひ見てください。でちなみに最近ね、僕らがまあ飲んでいるプロテインだったりとか、おすすめのプロテインっていうのが、これはね結構前からね紹介してて、まだねこれ開いてないんだけど、マイプロテインで、俺ね抹茶ラテ飲んでるんだけど、あとはね冒頭の方にでもねちょっとね話したね、この新しいアンビークのプロテイン、これねチョコとバナナ味出てて、これぶっちゃけめちゃくちゃ飲みやすいんで、飲んでみてほしいです。正直ね俺らはねチョコとかバナナとかあんま好きじゃないんですけど、それでもね、まあ、正直飲みやすいなと思ったから、バナナ好きチョコ好きだったらね絶対ハマると思う、よし今日は久々のデートだ、髪の毛バチバチに気合い入れていくぜ。よしいい感じに決まったぞ。よしバチッと決まったな、さあこれで行ってくるぞ。5つ目のプロテインの間違った飲み方が、休みの日は飲まないです。これね僕らももともとね筋トレ終わりだけをね結構飲んでて、ただね休みの日とかも飲み出してからね体ってねめちゃくちゃ変わってきたんですよ。みんなもねどうなんだろうな、休みの日とかだってやっぱ飲んでる人って最初めっちゃ少ないと思ってて、ただね休みの日に飲むことで結構変わります。っていうのも筋肉ってちゃんとメンテナンスをしてないとねすぐ筋肉落ちちゃうんですよ、なんでしっかりと筋肉維持するために毎日きちんと筋トレしてる時と同じくらいタンパク質を取るのが大事です。なので休みの日にきちんとタンパク質を取るために1日2から3回を目安に取ってみてください。今日も筋トレ終わったしプロテイン飲むか、やっぱトレーニング終わりのこの1回だけ飲む、あ今日どれにしようかな、トレ後のこの1回のプロテインを飲んで今日はプロテインおしまいと。6つ目の間違ったプロテインの飲み方は、1日1回だけ飲むです。筋トレ後にプロテイン飲んで終わりみたいな結構多いと思うんですよ。ただ筋肉のね成長を考えた時に、タンパク質を自分の体重の2倍グラム取る必要性があるんですね。でもちろんね食事から取れれば全然何も問題ないんですけど、まあ食事からさ体重の2倍取るって結構難しいじゃん。かなり大変、だから
プロテインで補う必要性があるんですよ。って考えた時に、だいたい1日3回ぐらい取るのがだいたい目安にはなります。で、僕らがおすすめのタイミングとしては、起床後、トレーニングの前後、寝る前の3回をね、ぜひ飲んでみてください。まあ、とは言ってもですよ、うん、当時のね、自分たちを振り返ると、プロテインってさ、1個4000円ぐらいするじゃん。する。それをさ、1日3杯ってなったらさ、薬なくなっちゃうじゃん。いや、早いよ、ね、うん、だから3回飲むって言われても現実的に厳しいと思う。もう当時の俺もお金なかったからさ。いや、なかったね、うん、って考えた時に3回は飲みませんと、うん、そういう場合は、まあ、さっきね、食事で取るのは難しいって言ったんですけど、なるべくね、2回分とかを食事で取るようにして、足りない分だけプロテインを補うとかでも全然できますので、ぜひね、きつい方はそれでやってみてください。はい。プロテイン何飲もうかな。アンビークは最近出たばっかでもったいないし、このマイプロめっちゃ美味しかったからもったいないし、これも残り少なかった、これにするか。あれ、めっちゃ軽いね。こんな軽かったっけ。うわ、もうめちゃめちゃ少ないじゃん。これ全然ないよ。ちょっともったいないから少なくしよう。こんなもんでいいか。味薄っ、水じゃん。でもプロテインってやっぱ飲むことが大事だからな。ちびちび細かく飲んでいこう。ラスト7つ目の間違ったプロテインの飲み方は、1回の量が少ないことです。こんだけね、今筋トレにハマった今は全然1日に3回とか、まああまりね、量を気にせずに飲めるようになったんだけど、さっきもね、話した通りなんだけど、俺らがね、学生の頃ってやっぱりお金なかったし、こう付属のスプーンってついてるんだよね、プロテインって、うん、あれを1杯すりきりすくうんじゃなくて、ちょっと減らしてちょっとずつすくうみたいな、節約も兼ねてね、やっぱケチってたんだよね。ただプロテインはね、やっぱ1食でだいたい 20g ぐらいは取りたいんですよ、うん、ってなった時にスプーンは1杯分、まあ、大体 20g なんで、それは取った方がおすすめです。もちろんね、年齢とか性別とか体重で変わってくるんですけど、大体1回 20g の認識で OK です。というわけで、間違ったプロテインの飲み方7つを紹介しました。皆さんはこれに当てはまってたかな、それとも正しく飲めてました。最初からね、このプロテインの飲み方をね、全て直すってなったら、まあ無茶しちゃうと思うし、ストレスも溜めちゃうと思います。なんでまずは自分がね、今直せる範囲で少しずつね、頑張っていったら必ず理想の体にはなりますので、一緒にね、頑張りましょう。ということで、今回の飲み方間違ってたなという方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。筋トレ始めたいんだけど、何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。ほんとだ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。